皆さんどうもよろしくお願いします。TK です。ではね、今日もヘンちゃんとアムやっていきましょう。でね、前回はね、この塔の内部でトウヤと首のこやつがね、なんかちょっと謎の男によって引き離されて、んで、トウヤはこっちに向かっている感じなんかなって。これはこっち側が無理やな。まあ、トウヤいたよ、いたよ、トウヤ、よ、久しぶり、よ、久しぶり。いやー、アツマ、やっぱり来たんだね。トウヤ、それで、僕を殺す覚悟はできたかい？ここでこれ来る？そんな覚悟、できるわけねえだろ。そう、相変わらず君ってわからずやだね。まあ、アスマっぽくやってみた、今のはね。なら仕方ない、力ずくで壊してもらうだけだ。うわ、やばいやばいやばい、トウヤ自殺願望も強すぎ。僕の覚悟は完了した、それを見せてあげる。え、待って、嘘。ちょっと待って、嘘。撮り始めて間もなくトウヤ戦ですよ。ちょっと待ってやな、ハムね。トウヤ、どうしても戦うのかって、食いつかれとるよ。見えとったよ、やろ。言っただろ、アツマ。僕の覚悟は完了している。けど、いいから来るんだ、アツマ。僕には悠長に戦っている暇なんてないんだ。そうか。向こうが先か。食いつかれとるもんな。嘘、回復した？まさかその能力は。知らないうちに随分と察しが良くなったね、アツマ。そうさ、これはデビルゴーレムの最高築能力。あの人としてデビルゴーレムと国を返す。リングしている僕は最高築能力を持っている。だから死ぬことができる。今さ、君の右腕の力ならば、あの人やれば僕を奪うとすることができる。君ならば、いや、君にしか僕は殺せないんだ。さあ、やるんだ、アツマ。さあ、やるんだ、アツマ。って言われてもな。一応。火の力！よいしょい。ああ、もうそれいらん。それいらん。HP と連のやつやめとくか、あれ。なんとなく、ちょっとな、威力も低いしさ、満タンな時にね、HP 奪ってもね、意味ないしさ、カウンター攻撃か。僕にイカスに手を出せば痛みに遭うことになる。あつ、落ち着きやつ、反撃をできる範囲を範囲は限られているはず。そっか、分かったで、サンキューライガさん。おお、危ない、アツマがやばいよ。こりゃ、こっちで、マニュアルでやっていこう。よし、ま、あい、ちょ、待って。ちょっと待って。ちゃんとできてる？あ、ちょっと待って。ちょっと待ってやな、ほんま。ちょっと一旦。カムイタンがようわからんけど、まあ一応やっていきましょう。ファイヤースクラウドで、カリンがメガアクアミストかマスターシュート、水の、あ、これやってみましょう、これやってみましょうね。あ、じゃあこっちが、メガショット、行く？無属性の強打ちやろ？これ、ちょっと後ろに下がってくれんかな、トーマ、トーヤ。トーマって、ちょっと、トーマって。とある魔術のインデックスですよ、それ。ねえ、トーマやろ。うっそ、マジ？マスターシュート、うわぁ、ちょっとパンチラが半端ないけど。まあそれはまあ置いとこう、置いとこう。え、そんだけ与えられて、あ、ちょ、やばい、あつま、やらくて死んだ。え、あ、そうか、
今何どこにどこに HP と一緒に何か奪い取ってなかった今気のせい。一応ね、今見てたと通りに やるというか、そのね、範囲攻撃やったんで、十字に範囲攻撃やったんで、これね、このまず上行くやろ。で、ここでちょいちょい一旦待機させとこう、こいつをな。で、こいつは、ハイリターンダンス、いやー、それやったらあかん。リターンパウダーでちょいとやるから。こいつも、ちょいっとな。あいつにまた攻撃行くから、一旦ここは、ここは、メガドラムロール、しとくか。ただな、彼にも外外行くのよな。それがな、ちょっと嫌やから、一旦ここは、こいつもちょいと。待機させて。魂、呼び覚ませ。よっしゃ。うっそ、そう来るか。そう来るのか。お、一つ下がってくれたぞ。でも、これでこうなったらさ、ちょっと嫌な予感がすんねんけど。あー、どうすっかな。メガフリアブローにやっとくか。え、何？なんか今、なんか今光ったような気してるけど、まあいいか、まあいいか。メガスラッシュで、ここで、あ、ここあかん。メガパウダー、メガアクアミストで、ここでハイポッドショット。来たよ、これ。これが打ちたかった、俺は。あ、そこになる？マジで？あ、やばい。これはやばい。うん。あ、これはやばい。あー、倒れるか。え、何？え、何？リーブエンジェル、ちょっと待って。いや、ちょっと待って、それちょっと待って。ね。どうや？死んじゃうよ、そんなのやられたら。お、危ない、マジ危ないよ。ここからが見せ場だよ。ああ、そんな、他の人間の EX を使った？僕を狙えたと思ってきた。つ君たちの力を移し取ることなど、僕にとってはどうしようもないことです。僕はずっと一人でやってきた。古代人の末裔としての血に恥じぬよう、幼い頃から全て一人でやることを求められてきた。僕は一人で戦った。君たちが束になっても僕には勝てない。そうみたいな。うん。そうみたいな。ちょっと、うん。そうみたいなんで、うん、ちょっとここはもうね、いや、もう、やめましょう。いや。直すよ。先にこれをやっといて。痛い、痛い、痛い。まだやる気かいやつな。結果は見えている。僕の記憶が確かな。君はいつも僕勝ったことはないんだ。ちょっと何言ってるか何やろ。ちょっと何か操られてるんかな。あ、ちょ、ま、待った。ちょっと待った。マイリターンダンスで。で、ここでリターンパウダーではない。あ、上行かれへんのか。マジか。うわ、マジかこれ。ちょ、どうしよう。じゃあどうしようやな、ほんまな。ムーンサルトトリガー当たる。当たるけどどうしよう。一回やってみようか。ひとまず復活させる。で、そこからのムーンサルトトリガー。
どうだ。ちょ、そこ行く。うわー、これはあかん。これは語れない、語れないで勝てないよ。よっしゃ、ここでリターンパウダーじゃ。魂呼び覚ませ、頼む。礼を言う、だらしないぞ。迷惑かけちまったな。そうやな。ああ、また死んだ。やばいやばい。ここでリターンパウダーからの、おお、4残って、4か4か、マジか。さてどうするな、どうしたもんか。ウンサルトクリンが打てたら打ちたいけど無理やわない。 EX ってエネミー、あ、エネミーがマックスか。ちょっと待て、これはちょいと無理やな。大気大気西洋優雅癒しの力。ちょっと何、リーブエンチャント、あ、EX スキル使われへんっぽいな。いや、使えるのか、一応は使えるのか。ただちょっとやばいな、これは。うわ、あー、死んだ。じゃあやばいよ。やばいよ、勇気死んだし。勇気死んだし。勇気死んだし、圧もやばいし。ひとまずこいつを下げて、自分の HP 全開させて、メガやろ、メガ際なんす。あ、じゃああかんわ。はあ、マジか、これやりにく。メガやらせて、でこいつに、こいつにリターンパウダー直すぜ。うん、よっしゃ。あー、そっちが先になってもうたか。しょうがないな、これは。おー、もうお前ええ加減せよ、マジええ加減せよ。よっしゃ、まあこれメガフェニックスやっていこう。これ勝てれへんっぽいな、これほんまに勝ていいパターンある。メガキュアランスやるもん。え、あ、勇気か。いや、もうしゃあないな、これは。ちょっと待ってくれ。はい、ポットショット、これ、あー、4つか。ちょっと待って、あ、ちょっと待って、え、あ、ちゃい、あ、じゃあ違うて、だから違うって。ここ、そこなの、お前。アイポッドショット、どうだ。火の力、メガフェニックス、どうだ。焼き付くぞ。よっしゃ、どうだ。あー、戦略か。よし、癒しの力。え、あれマジ？あ、終わった。勇気死んだ。勇気死んだ。勇気が死んだ。さてどうしたもんか。あそこやろ？場所的に。マイリターンダンスさせて、で、アツマに紛かせて、で、これでハイリカワボディを刺しとく。で、ここで令和手にできたらよかったんけど、無理やから無理やから。さてどうしたもんか。いろいろやっていかなあかんからな、しゃあない。これはもうまた死んだかな、また死んだかな。そんな気が少々するよ。ゲイボルク、何それ。ああ、わた、いや、終わってない、いや、終わってないよ、いや、終わってはなかったよ。
メテオラッシュ打ちたいな。ちょっとひとまずこいつ邪魔。こいつ邪魔やな。さてどうしたものかね。どうしたものかね。花のしおり。なにこれ花え。え、嘘、え、なにこれ。カリンが送って押し花のしおり戦闘。え、なにこれ。え、ちょっと待って。これ何？めっちゃ気になる。いや、使ってみたけど怖いな。一個しかないし。はて、どうするかな。自分の EP。EP は別にいらんな。まあ、ここはまあ、ひとまず。で、で、絵描きはダンスをさせておく。キュアパウダー自分の HP200 回復させるやつやっといて、メテオラッシュじゃん。盾をここに。癒しの力。ああ、そうなるんや。OK ナイス。どうだどうだ。よっしゃー。うわやばい。オーケーボール来た。さて何が来る。ああ、ヘブンズスコール。何それ。ああ、やめてー、EX スキルやめて、怖いよ。あー、これ、え、大丈夫よ、アツマ。死んだし、死んだし、死んだしやな、お前。まあ、ここは、リターンパウダー。で、カリンに、メガキワダンス。勇気は、これか、メガドラムロールしかないか。もう言うわ、もう適当にやっていくわ、適当にやっていくわ。あかんけどな、あかんけどな。よっしゃ、270か、あかんな、やめとこ。あいつの攻撃はちょっとやめた方がいいわ。あー、アツマ死んだ、やべ。アツマが死んだ。あー、マジで EP 全開させるか。ならこれリターンパウダーではなく、こいつはお EX。 あー、使えるやんか。使っていこう。あー、やめた。こいつで使うのはやめとこう。でこいつ、あー、あれになってんのか。あー、どうしたもんかな。まあ、これもしゃべるか。全然使っておいて。で、これな、773やな。ちょっと怖いな、でも。あれ、やって、しまった。死んだら嫌やな。まあ、いや、しょうがない。これは。どうだ？よーし、アルコトリガー。まあ、弾けて消えとしよう、ほんま。いや、あかんねんけどな。そこか。よっしゃ、おー、助かった。僕はクイーン・オブ・アイスの魔導機となり、クイーン・オブ・アイスの矢、ブレイン・オブ・ヘッドの思惑を知った。だから負けられない。ブレイン・ヘッドの、ブレイン・オブ・ヘッドの思惑。そうさ、クイーン・オブ・アイスのエンテも最初、そして君のその右腕も、すべてはブレイン・オブ・ヘッドのためにある。少し喋りすぎたな。行くよ、アツマ。続きをしよう。続き？したくない。したくないよ。だいぶ強いよ、ほんま。相手。これさ、あ、もうこいつ使ったらあかんわ。どうするかな。バリアクセルするか。そうしといた方がええわ、これはな。うん、そんな気がプンプンする。ネガキバランスどうだ。で、これによっしゃ、回復させ。そこからのダメージマイナス25%。それは許せって。よっしゃ、
なに、マジか。よーし、ちょ、痛い。けどもう HP は少ない。いけるはずや。メガフリアウェーブ、ファイアースクラウド、全員でやっていけばいけるような気。あー無理これ。無理これ。メガキワダンスやっとくか。ならメガショットでいけるんじゃねえかと思うな。よしょい、オッケー、もうちょい。よっしゃ、終わった、終わった、おー終わりっと。よっしゃ、勝ったぜ。めっちゃかかった。うわすごい、 SP すごっ、経験値もすごっ。まあボスやもんな。どうしてどうしてだよアツマ。どうや、今しかチャンスはないんだアツマ。君には僕を壊す義務がある。どうして殺してくれないんだ。僕さえ死ねば、クイーンオブアイスの魔導器さえ壊れれば、みんな幸せになれるんだ。どうや、お前、なんでわざと死のうとなんかする。ずっと俺を騙してたのか。君が罪悪感を抱かずに、僕を憎んで殺せるように、と思ったんだ。僕は君のことをよく知っている。きっと君は一生、僕を手にかけた後悔してしまう。だからそうならないように。お前何様だ。お前は何様だって聞いてんだよ。トーヤ様は何でも一人でできるって。トーヤ様が犠牲になってデビルゴーレムを止めるって。トーヤ様が死んで世界を救うって。ふざけんなよ。お前は何だ。王様か、大統領か、将軍か、神様か。違うだろ、お前はただの一人の学生だ。俺と同じだ。アツマ、トーヤすごいじゃなくて、トーヤじゃなくてアツマすごい。お前が一人で背負い込まなくていい。俺は確かに役立たずかもしれない、落ちこぼれかもしれない。でもさ、こんな俺だって仲間と一緒ならデビルゴーレムの10体や100体や1000体や1万体くらい軽くのしてやる。どうして昔からそうやってできもしない無茶ばかり言うんだい。いいかい、君はたとえ右腕があったとしてもただの人間だ。デビルゴーレムに勝てるわけがない。いや、たとえ勝てたとしてもその先に待っているのはさらなる悲劇だ。さらなる悲劇。さらなる悲劇。ああそうさ、僕は死ぬことは耐えられてもなかったことにされるのだけは我慢できない。どういうことだ。とにかく今からでも遅くはない。君は一度エンテルの魔導器を壊しているからね。知ってるだろう、僕が魔導器が壊れるためにはただ君の右腕に無効化されればいいだけだ。さあ早く僕を。あ、操られてる。やっぱり来た、やっぱり来た。アイス、 この声はクイーンオブアイス。惜しかったわね。どうだ、あれ謎の男どうなった。ネズミさんが死んでしまった。私の話だから、あなたは戻ってほしい。マジだ。戻ってらっしゃい。はい、クイーン。トーヤ、クイーンオブアイス、てめえ、またトーヤに何かしやがったな。前にも言ったでしょう。感情回路を抑制させてもらったまでのこと。まだやっちゃう、アイス。私のパーツの一部、どう扱おうが、あなたに何か言われる筋合いはない。ほら、トーヤ。危ない坊やのそばにいないで戻ってらっしゃい。はい、クイーン。待て、トーヤ。ああ。
焦点忘れないけど戻っていった。トーヤは返してもらったわよ。アイス。この先の聖堂で待っている。しょう。マジか。まあといったところでね、今回これで終わりにしたいと思います。まあこれでも戦闘だけやったんですけどね。しょうがないね。ちょっと苦戦したし、はっきり言って。で、ご視聴ありがとうございました。次の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。もしよければね、チャンネル登録のところを3回ポチって登録お願いいたします。Twitter の方も同じでね、3回ポチってフォローお願いいたします。僕はね、YouTube 上でゲームタイトル五条縛りというものをね、主にやっております。詳細はね、概要欄のところにパート1を集めた再生リストの URL と、Twitter の URL とともに書いてありますので、見てください。では、さらば。